さあ皆さんこんにちは。本日もゼノブレード3やっていきましょうか。なんか怪獣映画みたいな、これ大丈夫か。なんかここだけ見るとすごいなってことで、ゼノブレード3やっていきたいわけですが、さあ発売してからこのゲームもなんだかんだ言って約1ヶ月が過ぎ去りました。皆さん感想はいかがでしょうか。そうですよ、なんだかんだ言ってもう1ヶ月ですからね。あまり実感はきませんが、まあそういった形となっております。で、おそらくですね、多くの方がもう落ち着いてきたんじゃないかな。まあ全ての要素を遊び尽くしたぜっていう方が、まあどれぐらいいるかは分かりませんが、ある程度落ち着いてきた方が多いんじゃないかなと思います。で、そこで気になってくるのがゼノブレード3今作、結局どれぐらい売れたのかっていうところですね。ちなみにゼノブレード2に関してはパッケージ版が国内のみで約30万本売れております。もちろん海外も含めるともうちょっと売れているんですが、国内のみでは約30万本となってますね。ではゼノブレード3どれぐらい売れたのか、ファミ通さんが出してくださっておりましたので、今日はですねそちらを見ていきましょうか。はい、こちら見ていただければわかる通り、まあ、週間販売本数でいうと6714本、だいぶペースが落ちてきましたが、まあそんなもんでしょう。で、累計ではですね158,971本ということで約16万本となってます。この16万本っていう数字がですね、どれぐらいすごいのかっていうところがわからない方いるかもしれませんが、まあ最近出たタイトルで言うと、例えば星のカービィディスカバリーがですね現時点で約80万本ってなっていて、 e スポーツがですね約60万本、でサンブレイクがダウンロード含めての、まあ、数字になってしまうんですが400万って言われてますね。全て公式情報となってます。で、ゼノブレード3に関してはパッケージ版が16万本で、おそらくねダウンロード比率がねこのゲームかなり高いのかなと思っていて、まあ、特にそのカタログチケットが使えるからさ、で普通に買うとこのゲームってかなり高くて、確か8700円、でもアマゾンとかで買うと割引効くので、まあ、7500円ぐらいで買うことができるんですが、ただそれでも相当高いので、おそらく多くの方がパッケージではなくてカタログチケットを用いて購入されたんじゃないかなと予想してます。なのでこの16万という数字ですね、まあ、なかなか判断するのが難しいところではあるんですよね。そうなので一概に言うことはできないんですが、ただおそらくダウンロードも含めると40万ぐらいは行ってるんじゃないかな、国内だけで。まあ推定なんですけどね、推定なんですが、多分それぐらい行ってるんじゃないかなと思ってます。なので、まあどれぐらいだろうね、 Wii スポーツの半分ぐらいみたいな感じでしょうか。なのでまあ売れてるっちゃ売れてると思いますよ。まあここ最近のゲームだと、おお、なんか降ってきた、一番売れてるんじゃないかな。まあそんな感じでございます。ちなみにですね、なんだっけ、メタスコアも出ておりまして、現時点で89となってます。まあ約90となっておりまして、まあ、今作出た JRPG では最高の評価となってますね。なのでまあこのことから分かる通り、売れていてかつ評価も高い、そのようなゲームであることが分かってもらえるんじゃないかなっていうところですね。いやーけどゼノブレード3やり込み要素すごいよね。まあクリア後の世界ということで、今ですね当たり前ではありますが完走しております。ただやることが本当に盛りだくさんなんですよね。やること多すぎるわ本当に。いや、素材集めとかもねやらないといけないし、で他にもちょこちょこにやらないといけないことがあるので、本当大変なんですよね。皆さんはゼノブレード3遊び尽くしてますか？クエストは全てクリアされましたか？多分これ全部クエストクリアしようと思ったら、もう本当に相当時間かかるでしょうね。どれぐらい時間かかるんだろう。なんか全要素遊び尽くしました、もう本当にやることありませんっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますか？まあ多分そういう人って動画見てないんかな、どうなんだろうか、まあ、ちょっとわかりませんけど、まあそういった形でございますね。はい。まあ、とりあえずこの動画ではですね、何を言いたかったかっていうと、まあ、冒頭でも言った通り、ゼノブレード3本作現時点でどれぐらい売れているのかっていうところ、そこの情報共有等をさせていただいております。まあ参考程度受け取っていただきたいんですが、はい、まあぜひですねこちら相当売れてるゲームだなと、まあ、そういったご認識でお願いします。
なのでもし買うかどうか迷ってるんであれば絶対買った方がいいでしょうね。まあ時間泥棒っていうところがあるので時間がないわっていう方には向いてないゲームかもしれませんね。忙しい人にはあまり向いてないゲームかもしれませんが、まあ土日であったりとか休日時間が余ってるよっていう方には向いてるゲームじゃないかなと思います。いやゼノブレード3面白いよね。でゼノブレード2がですね2017年に確か出たんでしたっけ。なので5年ぶりとなりますよ、新作5年ぶりとなりますが、ただ次回作はどこなんだろうな。ゼノブレード4何で出るんだろう。おそらく任天堂スイッチではもう出ないのかな。まあ、出なさそうな感じがしますよね。まあ、任天堂スイッチの天下が具体的にいつまで続くか分かりませんが、ただ雰囲気的にはですね10年ぐらい持ちそうなハードではあるので、もしかするとゼノブレード4もですね任天堂スイッチで出る可能性があるのかなと思いました。それですよね。てか新しいハード出てほしいよね。なんだろう、プレステとやっぱ比べるとグラフィックがねちょっとやや劣るかなっていうところがあるので、もうちょっとできればねグラフィックが向上してくれたらいいなと思いました。まあ、これに関してはね、まあゲーム、まあ単体の、まあ単体では難しいと思うんですよね。やっぱりハード自体変えないと難しいんじゃないかな。まあゼノブレード3に関しては任天堂スイッチの限界に挑戦していると言われているので、まあ、そういったところを考えると多分もうこれ以上はですね、まあ技術的な発展って望めないのかなというところなんで、ただやっぱりプレステと比べると見劣りしてしまいますよね。それなんだよな、プレステと比べるとね、なんか正直プレステ3と同格ぐらい、下手したらプレステ2とプレステ3のなんか中間地点みたいな感じですからね、任天堂スイッチって。それを考えるとちょっと厳しいところがありますよね。はい、まあそんな感じでございます。ただゼノブレード3もね、さっきちらっと触れましたがやることがだんだんなくなってきましたね。まあ自分の場合はですねまだやることがいくつかあるんですけど、ただだんだんやることがなくなってきたな。今私鉄巨人の遺産であったりとか、まあ様々なことですね今トライしているわけなんですけど、ただこれ終わったらあとはノーマルクエストぐらいか。ノーマルクエストとあとはユニークモンスター。おお、何これ、え、何これ、え、なんかおるわ、ちょっと待って、なんかおるんやけど、でかっ、アラクシュミ。おお、ってことでちょこいつ倒して終わりましょうか。なんかまだ倒してないユニークモンスター結構いるんですよね。皆さんユニークモンスター全員倒しましたか。結構な数がいるのでこれ全部倒すのとても大変だと思うんですよ。これ大変ですよね、結構な数がいるからな。アラクシュミか。さあとりあえず倒していきましょう。ただユニークモンスターになった瞬間なんかいきなり体力減りますよね。何なんだろうこれ、全然違うよな。そしてなんか雑魚敵がめっ、え待って、え、なんかめっちゃいる、雑魚敵がめっちゃいるぞ周り、レベル60ぐらいの。これは何、湧いてきた、さっきまでいたっけ。いやまあ別にいいんだけどさ、まあとりあえずこいつをね倒していきたいわけなんですが、まあ動画の趣旨は終わったので今日のところはこの辺りで終わっていきましょう。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてゼノブレード3のですね再生リストは別途投稿しておりますので、もし気になる方はですねゼノブレード3ぜひぜひ見ていただければと思います。多分再生リストはすぐ見つかると思います。コメント欄に貼ってあるんじゃないかな。ぜひ気になる動画を見ていただければと思います。ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃねえ、ってかめっちゃタフだな本当に。Yeah!